こんにちは、デリッシュキッチンです。豆苗トマトチーズ鍋を作ります。豆苗1パックは根元を切り落として半分に切ります。キャベツ4分の1個は一口大に切りましょう。玉ねぎ2分の1個は切り口を下にして6等分の放射状に切ります。豚バラ薄切り肉 300g は一口大に切りましょう。オリーブオイル大さじ1を鍋で熱し、豚肉とおろしにんにく小さじ1を入れて肉の色が変わるまで中火で炒めます。玉ねぎとコーン缶 50g、 カットトマト缶1缶を加えてさっと混ぜましょう。水 400cc と醤油大さじ1、塩小さじ1/3、胡椒少々を加えて煮立たせます。キャベツを加えてしんなりするまで煮ましょう。豆苗とピザ用チーズ 50g を加えて蓋をし、豆苗がしんなりするまで煮て完成です。以上、デリッシュキッチンでした。